そのおじさんってさ、怖いよね。お遊びだけっていうのが余計変態っぽいよね。違うの。お遊びっていうのはあれまでのことなの。あれって何？眠かったよね。うん。5時間目ってさ、なんであんなに眠くなるんだろう。なんでだろう。5時間目なんてさ、お昼寝の時間になっちゃえばいいのにね。そうだね。それで6時間目は自習とかさ。どうせなら授業なんて全部なくなっちゃえってわけ。そう、綺麗さっぱり。やめれば。え？やめちゃえば学校。男の人って不潔だよね。うん。男の人なんてみんな消えちゃえばいいんだよ。どうしちゃったの？りのちゃんがいじめる。やめろよ。それでさ、ひだひだの折り目をきっちり合わせて布団をこうゆっくりかけて静かに寝たのにさ、朝起きたらズレズレ。寝相悪いんじゃない？私なんてついてないんだろう。寝相悪いんだよ。私って世の中から見放されてるんだ。きっとそう。いい子なのにね。はあ、消えてしまいたい。死ねばって言うんでしょ。パターン分かってきた。私はただ公園で遊びたかっただけなの。でも雨が降ってて、なんだか私悲しくなっちゃって。そしたらそのおじさん、僕も同じだよって。だから私。大丈夫？熱あるわこりゃ。そしたら私お腹痛くなっちゃって。